トヨタ自動車が2021年3月期の業績予想を発表し、本業の儲けを示す営業利益が1年前に比べておよそ8割減るとの見通しを示しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界的な需要の低迷によるものです。豊田章男社長は会見で、コロナショックはリーマンショックよりはるかに大きいと影響の大きさを説明しました。